浅野春堂は、江戸時代後期の終わり藩の医師、本草学者、男性、終わり国一のみや浅野の出身、明和六年、医者の家に生まれた。浅井志山の医学館で医術を学び、講師の野間林安が浅野の面倒を見ていた。京都の小野蘭山に本草学を学び、さらに長崎に留学した。帰郷後、名古屋の鍋屋町で町医者となる。文化十一年。 名古屋藩を食いしに抜擢される。藩より、居託配慮があったが辞退し、元の家に住み続けた。奥医師として、藩内の医師を監督する傍ら、珍しい品物や古泉を収集し、盆栽を愛し、変わった草花を好んだ。水谷豊文、大久保太平、石黒渡る庵岡林清志たち、柴田道元西山玄道、浅野文たち、 大河内有誠らと定期的に本蔵会を開き、薬物の鑑定大会、本蔵項目の講読等を行った。尾張本蔵学の中心人物の一人、一実の門邸に三村玄長、高田正隆などがいる。本蔵学の門邸には水谷と四文らがいる。天保十一年正月三日死去。芋やその切り干しが好物で、明日には墓前に備えられたという。 子孫は代々終わり範囲となった。次男の誠元、ジオ、玄道は星野玄学の養子となり、彼もまた医者となった。昭和平成年間にプロ野球で活躍した星野千日は玄道のヤシ子である。ありがとうございます。